ヤッホーカニパンです。ヤッホーテッツです。なんで飛ばすん？お、時になった。挨拶の時だけ飛ばしてきやがって。ちょうどさあテッツンやっていきましょうか。違う、そいつテッツンじゃないよ。あ、いなくなった。ほらテッツンじゃないの。いなくなった。カニパンが次は別に飛ばされた。僕じゃないって。はい、今回はね、ちょっと変わった秘密のお留守番やっていきます。イエーイ。ちょっと変わったって何ですか？あのですね、少し前にカニパンのお部屋の偽マップがすごいあるって動画出したじゃん。あ、出したね。あれほんと困っちゃう。そのね、動画のコメントで来てたんだけど、秘密のお留守番にもね、偽マップが大量にあるらしいんだよ。そうなの？知らなかった。なので今回はね、秘密のお留守番の偽マップ調査していきましょう。やっていこう。全部通報しないとね。もうね、偽物作ったりね、明らかにねパクったってのはね、もうねダメだからね。偽物マップダメだよって思う人は高評価よろしくお願いします。なんでみんな偽マップとか作るんだろうね。先生、どう勝負しないと。でね、コメントによるとね、ここでね検索するんだけど、秘密のお留守番ってこうやって調べるじゃん。日本語バージョンと、あとこの英語バージョン。秘密のお留守番ってね、英語でみんななんていうか知ってます？カニパンわかる？チョコレートパイナップル。何言ってんだ？まずそうな架空の食べ物やめてくれる？秘密のお留守番はね、このシークレットステイケーションって言うんだけど、この2つでね、調べた時に、もうね、全く別の偽マップが出てくるらしい。そうなの？じゃあまず一旦秘密のお留守番のこの日本語バージョンから調べてみるか。うん。はい、これ秘密のお留守番って言って、検索。おー、ほんとだ！全く同じマップの画像が1、2、3、4、5、6、7個出てきた。本物はね、このね、今このデカデカと出てるやつ、バージョン2って書いてあるからわかるけどさ、見て偽物のやつ、全部バージョン 1.9。わーお。しかもさ、これ見てなんかグッドが 12% しかないやつさ、バージョンも書いてなければ、ちょっとだけ画像ずれてない、なんか下に黒いのない？あ、ほんとだ、ずれてる。で、雑すぎるってこれ、パクるにしても。タイトルもちょっと違うやつあるね。クリスマス、秘密のお留守番、秘密のお留守番クリスマス。なんでそんなみんなクリスマスを押してるの？これって下の方にもなんかあんのかな？さすがにもうない。これ同じやつじゃないの？これ。これバージョン 1.7。昔に作られたやつだ。もっと昔に作られたパクリマップもあるんだ。あ、カニパンのお部屋がある。あ、これ偽物か。偽物ですよ。ほら、この開発者がカニパンのお部屋じゃないもん。本当だ、騙された。皆さん騙されないでくださいね。でも入ってみたいね。ちょっとじゃあこれ上の方のやつだけ入っていくか。うん、そうだね。新しめにできたマップ。うん、そんなにいっぱいあるんだ。めっちゃある。多分これ全部探すと本当に50マップくらいあるんじゃない？秘密のお留守番だけで。入っていきながらみんなでね、通報していきましょう。はい。とりあえずじゃあこの一番このクオリティ低いこれからやっていくか。はい。概要これあれだね。ちょっと昔の秘密のお留守番の概要だね。コピペしてるんだ。こちら入っていきますか。どうかな？これ。ちゃんと秘密のお留守番に来るのかな？あれ？こんにちは。こんにちは。あ、なんかすごい飲みやすそうな名前ですね。あまりにも何もない空間じゃない？これ。何これ？ちょっと端っこまで行ってみる？置いといてよ、何かは。何か置くぐらいの努力しない？実況することなくないか、これも。カニパンでも置けるよ。ゲームは作れないかもしれないけど、なんか置けるよ、多分。最低限なんか別のちゃんとしたマップ飛ばしてほしいわ、なんだったら。ずっと切れなくない？これ終わりあるの？え、わかんない。あ、待って、ここ終わりか？あ、終わり？見えてきた、これ。終わりじゃない？あ、終わりだ。ほら。何かないか？下に。なんもない。ちょっと降りてみる？降りてみよっか。せーの。はい。どうだこれで。うわー。なんか出てこい。あ、ただいま。このマップ多分何もないね。何もないね。ここに人集めて何がしたいの、この制作者さんは。まあ、とりあえずね、他にもね、偽マップいっぱいあるんで、他のマップ行きますか。行きますか。調査しましょう。こんなわけわからんマップ、通報だ。通報だ。さあ次、この 67% のやつかな。お、ちょっと高いですね。なんでこんな高評価あんの？ちゃんとゲームになってるんじゃない？偽マップでもなんだったらちょっと遊ばしてほしいわ。そうだね。訪問数は1600人。結構入ってますね。まあ、とりあえずやっていきますか。やっていきますか。これ怖いのがさ、なんか変なマップ飛ばされてデータが消えるとかはないよね。それ怖いよね。そういう系怖いけど、そういうマップってあるんですか？ちょっとみんなに聞きたいわ、それは。なんだ？なんか、あれなんか、あ、白くなったり暗くなったり、大丈夫？あ、危ねえ。なんかちょっと今ヒヤッとしちゃった。ギャラクシー大君。全くね、知らないマップに飛ばされたんですけど、これが多分一般的な偽マップだよね。そうだね。有名なマップの名前を使って、自分のマップにね、強引にこうやって人を集めて、で、人が多く来ればね、ロバックスとかもらえるから、マップ作った人が。そうやってロバックスをもらうっていう、最低な方法だよ、本当にこれは。最低だよ。でもこれさ、マップ見た感じさ、これ見てほらほら、なんかすごい花火が上がってたりとかさ。あ、本当だ、
すごい。割とちゃんとしたゲームな感じするけどね、こういった見た感じ。なんか殴られてない？痛い。えって、なんで逃げて逃げて。剣みたいなの持ってる。なんで殴るんですか？助けて、犬助けて、助けて。お願いって言ってる。こっちのセリフ。ジャンプするとすごいよね。多分これ宇宙にいる設定なのかな。だからギャラクシーなのか。お願いってこれあれか。ここで寄付しろって言ってんのか。ああそういうことか。誰があげるかい、そんな。ダメだよこんなことしちゃ。犬大丈夫？わかった？ちゃんと返事は。よし、いい子だ。まさかワンが帰ってくると思わなかった。でこのマップはなんかタイクーンっていうのかな。ちょこっとだけどんなもんかやってみます。やってみましょう。あ、ハンドスピナーがあるぞ。ほんとだ、どん昔前に流行ったハンドスピナー。百獣ロバする。これは何？ここにタッチトゥークライム。あ、入れた。タイクーンってこうやってあのお金を貯めてここ押してってやっていくの。あ、ほんとだ、シンプルなタイクーンじゃないこれは。あ、なんかカニパンもそれ、え、手伝えてんのかそれ。え、違う、壊してんのだよね、機械壊そうとしてるよ、ね、これ何？押してみよう、ポチ。ここのブロックレール変わってない？ちょっと押してみて。あ、ほんとだ、水色にするじゃん。あ、ほら水色になった。水色になった。ちゃんとしてないゲームは。鉄、こっちの方より進んでるよ。え、てか隣空いてるよ。あ、空いてるのこれ。そこ、そこ通ればできる。タッチクレーム。ほら。珍しくない？タイクーンでさ、こんな真横に作れんの。二人同時にできるタイクーンって結構いいと思うんだけど。あ、発光してる、これ発光してる。え、ほんとだ。すごい、そんなことできるの。これすごくない？発光してるの、ほら。わ、いいな、鉄。いや、いいなじゃなくて、何をしてるんだ、僕らは。あ、そっか。普通に遊んじゃってるぞ。こんなにちゃんとしてんのにね、もったいないよね。もったいないね。でもほら見て、なんかあっち、現金のためのオービーとか、邪悪なボス、惑星ヌーブ。ちょっと入ってみる？このオービーとか。入ってみよう。まずは、じゃあ、これ、オービーからやっていくか。オッケー。まずはね、通報する前にね、ちゃんとマップの内容とかも知ってないとね。ジャキーン、ここはなんだ？あ、でもなんか惑星っぽくない？ほら、あそこに地球があったりとかする。これ、お金もらえるのかな？この方法では2500キャッシュ。なんで切りつけるの？カニパンたちのことを。さっきも出た、この人。切りつけてきたよ、なんでついてくんだ、わざわざ。やられた。わざわざ倒しに来た。嫌いじゃん、もう僕らのこと。あれ、どこで勝ったのそれ。鉄のとこはカニパンが守る。ダメ、ダメだ。倒せ。いけ。このことぶったらいけないよ。あ、逃げたか、こいつ。え、逃げたか。あー、ハードに逃げた。じゃあ、とりあえず、これ、簡単なオービー行ってみる？ででーん、簡単なオービーやってきました。本当に簡単かな。あそこ500キャッシュって書いてあるけどさ。え？ 1,2,3,4,4 個岩飛んだら終わりってこと？え？え？そんなことある？さすがにこれ、多分次のステージ待って、何個かステージクリアしたら500キャッシュっていう感じかな。さすがにこんな。さすがにここで500キャッシュなわけ。そんなことある？あ、戻ってきた。あ、500キャッシュこれでもらってんだ、きっと。え、カニパン増えてない。だから、なんで？こいつしかも刀ないやつだけを狙う。弱い者いじめだ。よくないぞ、こいつ。こいつも通報だ。あ、どっか行った、よかった。行け。この惑星ヌーブもチラッとだけ見てみる？なんか言ってるよ、アポロが。気をつけろ、このボスは本当に強い。チームを連れてこい。よし、行こうぜ。よいしょ、マグマの中だ。だいぶ。入っていいのかな？ようこそ。カオスプラネット。作りはしっかりしてる気がするんだけど。ちょっと待って、なんかいるぞ。あ、本当だ、なんかメーター。なんか撃ってきてる。避けるめっちゃ撃ってきてる。どうやったら倒すの？カニパンに任せて。カニパンは剣を持ってる。ここは一体これ何をすればいいんだ。やだ、撃たないで。痛い。結構な勢いで当たるね。撃たないで。避けてやられた。ダメだ、これ僕らにはこれ勝ち目がないな、きっと。なんかレーザーガンとかもあるんだね、課金すれば。いろいろあるけど、でもここで僕ら課金する気はないぞ。そうだ、なんか課金したらなんか嫌だよ。このマップでは遊んではいけません、皆さん。本物の秘密のお留守番で遊んでください。とりあえずこのマップ、まあ、内容はしっかりしてるけど、内容がしっかりしていてもね、その秘密のお留守番っていう名前を使ってね、集客してるのはね、きっとダメなことなんで。通報です。じゃあ次のマップやっていきますか。やっていきますか。あ、お次はこちらのマップ。00のやつだね。2200人入ってる。さっきよりちょっと多く入ってるな。みんな騙されてる人たちだよね。すごい騙されてるね。こんなマップに飛ばされるんじゃが。ババ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 。あ、え、やったー、もう一回できるぞー。やったーじゃないんです。今日僕ら遊びに来たんじゃないよ、このマップ。え、ギャラクシータイクーンで遊ぼうっていう動画じゃないんだこれ。あれ、でもなんでだろう、さっきと違うやつ本当に選んだ？秘密のお留守番違うやつ選んだんだけど、同じマップに飛ばされたってことは同じ制作者さんがやってんのかな。カニパンのお部屋の時もさ、そうだったもんね。そう、何個かさ、同じとこに飛ばされたじゃん。多分それなんじゃなかろうか。あー、そして、またやったね、せず。
何それ見た目違うのにやってること同じ人がいるんだけど、なんだこれデジャブしかないじゃんこのマップ本当に。僕わかんないけど、じゃあまた別のマップやっていきますか。やっていきますか。あ、次からこのクリスマスって書いてあるやつだね。あ、クリスマス、ちょっと気になるから入ってみるか。クリスマスだもんな、楽しみだな。そう、僕らねクリスマスのキャラほぼほぼゲットしてないから、あの時まだ秘密のお住まいやってなかったからね。あれまた真っ白だ、だから気になる。あ、あれ、わー、今度は黄色が開いてるぞ。今すぐ入れ。年君はまっすぐ黄色に向かうな。みんなこれ動画巻き戻してるわけじゃないよこれ。どのマップ行ってもここに入ってきちゃう。残りもじゃあ全部そうなのか。そういうこと、カリバンのお部屋とそしたら全く同じだね。同じような人がやってんのか。前もさ、タイクーンだったよね。そう、タイクーンだった。カリパンみたいにハマってやっちゃう人がいるからかな。カニパンみたいな人がいっぱいいるからだ。皆さん、カリパンのような人間にはならないでください。残りのマップもやっていくか。やっていこう。はい、次は秘密のお留守番クリスマス。さっきとは逆だね。こっちクリスマス秘密のお留守番だったけど、またギャラクシーなんじゃないの。なんか同じ感じするよね。でもこの開発者の名前はね、ほらここ見ててね、これ DXH みたいな人だけど、うん、こっちはほら XZ アンダーバー PJ みたいな人で、違う人なんだ。そう、違う人だから、もしかしたらこれ違うマップかもしんない。なんか秘密のお留守番リスペクトのマップだったらいいんだけどな。そう、なんかね、食べ物系のねマップだったらね、まあダメだけどね、うん、ダメだけど、ダメだけど、まあなんか秘密のお留守番が好きなんだなーっていうのは伝わってくるけど、これはねもうね名前を、またこのマップに飛ばされたぞ。またこのマップだ。秘密のお留守番の偽マップ全部ギャラクシー大会に繋がってんじゃない。そうだね、絶対そうだ。もう即抜けて他のマップ行こう。そうだね、残り1個だからね。これほら、クリスマスの秘密のお留守番っていうマップに次入っていきますね。クリスマスの秘密のお留守番のが入ったの。そう、なんかみんなちょこちょこ名前違うんだよね。またさ、ギャラクシー大会なんじゃないんですか。開発者はまたさっきとは違う人。うわ、またこの白い画面ってことはさすがになわけないよな。またってことは、じゃあこのバージョン 1.9 って記されてる秘密のお留守番は全部ここに飛ばされます。このマップってどんくらい人気なの。でもさっき評価見たんだけどさ、めっちゃ低かったよ、うん、じゃあちょっと見てみていい。もういいよ。あ、なんか秘密、なんかさ、続けるとこ見て、間にさ知らないマップ飛ばされてない。ほんとだ。じゃあこれあれか、僕らあのこのギャラクシー対空に飛ばされてると思ってたんだけど、実は2回飛ばされてんだ。なるほどね、そういうことか。ギャラクシー対空訪問数やばくない。2000万くらい遊ばれてんじゃん。だけど評価がさ 46% で。ほんとだ、ギャラクシー対空も被害者な可能性ない。確かに確かに。犯人このさ2番目に入ってるこのマップの人たちでしょ。こっちの訪問数稼いでるんじゃないの。カニパンの部屋の偽マップなんかこの2つ飛ばされるとかはなかったよね。いや、あったんじゃない。あ、どうだったっけ。ちょっとね、真相はね、皆さんあのカニパンのお部屋の偽マップの動画見てください。見てください。自分たちで確認するのがめんどくさいだけ。てなわけで、秘密のお留守番日本語版はこんな感じだったけど、これの英語バージョン、秘密のお留守番の、あー、はいはいはい、こんなやつが出てくるんだろう。あー、すごい、2つなんか今までと傾向が違うマップ。ほら、この秘密の収容所死2とターキットの静止死。なんでそんななんか倒したがるんだろうね。しかもこれさ、メキャベツくんの方さ、カーソル合わせてみて。そう、やばいよね、やばいよね。リンゴマップ立つ。なんでそんなひどいことすんの。あ、見て、ミキサーに入ってる。ほんとだ、これ手書き感すごいな。すごいね、評価が低いな。それより僕気になったのがさ、うん、イベント悪くない。そう思った。みんな、今日は私の誕生日です。バースデーイベントがあります。てかさ、アントさん見てね。ほんとだ、主催者がチョコレートアンツってなってるけど。ちょっと待って、これさ、あ、偽物だ。偽物だ、なりすましだ。めっちゃびっくりしちゃった今。もしかしたら知らない人いるかもしれないからちょっと言っとくけど、チョコレートアントさんっていうのは本当の秘密のお留守番を作った人ね。このちょっと、じゃあこの秘密の収容所 C2 入ってみる。 5.7 万回遊ばれてるからね、このマップ。結構遊ばれてるね。もしかしたらちゃんとしたファンメイドなのかもしれない。どんな残酷な世界が広がってるかな。ね、大丈夫かな、ちょっと怖いんだけど。怖いよね、真っ暗なんだけど。真っ暗、なんだこれ、学校のイベントに戻るってだけ。あ、なんかプレイが出てきた。プレイ出た。やってきた。ギャラクシー隊組んではなさそうだね。なんかさ、架空のキャラクターいない。これ何、桃かな。あ、桃か。こっちはピザ。ピザは実際にいるけどね。これあれじゃない、なんだっけ、チーズスティック。そう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 、チーズスティックかな。美味しそうだな。あれ、今見てこれ、さっきのミキサー。あ、これミキサースイッチのオンオフできるんだけど、ほら。本当だ、ダメだよ、入ったらぐちゃぐちゃになっちゃう。待って、人参が入ってる。こんなの嘘嘘、なんでそんなひどいことするの。かわいそうだよ皆さん、人参がかわいそうだなと思ったら高評価よろしくお願いします。プリパン嫌だ、こんな残酷な世界は嫌だ。ギャラクシー対空に戻りたい。あれもダメなんだって一応。そっかそっか、こんだけギャラクシー対空ハマってんだ。ここにはハンバーガーと下にひき肉がいる。あ、ひき肉か、
これ。でもなんか美味しそうだね、ここら辺。え、なんかでっかいのいる。ハングリーヌーブ、お腹空いたヌーブくんがいるらしい。あ、本当だ。ドーナツ食べてる。どういうマップこれは。テレビがついてる。あ、本当だ、デカデカテレビだ。ケーキがあるね。あ、ナイフで切ろうとしてる。あれ、待ってよ、これケーキもこれキャラクターなんだ。何このなんかポインターみたいなやつ、何これ。カニパンタちゃん持ってるよ、ほら。あ、これか。あ、本当だ、キラキラキラ。あ、すごい、何これ。あ、結構自由に動く。面白いな、これは。何なんだこのマップ結局。何なんだろう、なんか不思議。先の方にはなんかちょっとだけ森があったりとか。そうそうそう、テレビ台が適当に置いてあったりとか。なんかすごい作りかけ感がすごいけどね。まな板が落ちてますよ。本当だ、適当な作りは。あ、これ机なんだ。本当だ、これ机だったんだ。デカ机だったんだ。デカ机なんだ。これはなんだ、パンだ。何それ。パンの箱ひっくり返っとるか。なんかいろいろ落ちてますね。ダメージョヌーブくん、野菜好き嫌いしたら。これなんだ。あれ、なんか動いてない。動いてる、トマトだ。スタジオでこれちゃんと。あ、あ、待って、トマトの中入った。トマトの中入っちゃった。僕、飛ばされた。待って、これ飛ばされた時さ、なんか魔王城みたいになってんだけどさ、何これ。どういうこと、どういうこと。バグった、バグった。なんで飛ばされたの、すごい。わかんない、トマトに僕今ね入っちゃってる、取り込まれた。あ、待って、しかももう見えなくなった、みんなが。僕どこにいるのこれ、やばくない、みんなこれ。合成感すごくない、ここに僕がいるの。戻れない、もしかして。なんかめっちゃくるくる回る、これ。ベイブレーちょっとじゃあ戻る。あ、やられたっぽい、飛びすぎてやられたか。やられた。なんかトマトから解放されてる。カニパもトマトに入りたいのに行っちゃった。やめた方がいいよ、だってこれ今、僕だって今これどこに行くか分かんないもん。向こうにね、スクールが見えるんですよ、あれ。そう、僕もそっち行きたかったのに。じゃあちょっとキャラクターリセットして戻るね。うん、よいしょ。これで戻れんのかな。対戦がどうたらこうたらみたいな、これゲームプレイポーズとか出てきてんだけど。大丈夫か。待って待って、戻れなくなった。まずいかもしれない。じゃあ一回抜けて戻ってくれば。抜けることできるこれ今。え、できないの。画面がねぼやけてできない。え、じゃあ一回ロブロックス落とすとか。じゃあ一旦これロブロックス落とすわ。え、怖いんだけど。戻ってこれたかもしんない。戻ってきた。さっきまで背景赤かったのに、僕背景曇り空なんだけど。カニパンは青色だよ。見え方違かったんだ、僕さっき背景真っ赤だったんだけど。真っ赤だったの、怖いねそれは。みんなはじゃあ気づいてたんだ、二人ともなんか背景が違うなってことには。あ、そっかそっか、視聴者の方々はね。そう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 、真っ赤な空って怖いね。じゃあ怖かったねさっき。いやマジで僕のところ怖かったよ、真っ赤だったよ。ちょっと待ってよ、なんか溝ない。え、こんなにもう目と鼻の先なのに。え、嘘。どうしよう、特に何もできない。待って、落ちていい。なんかあんのかな。さっきね、なんかね飛行機に乗ってる人がいたんだよ。あ、確かにいたわ、こっち。あ、でもいいよ、鉄連れてくわ。わー、なんだ、全然操縦できないじゃん。難しい。あ、飛行機はあるんだ、もうそこに。あるある、机の上にあんのよ。どう。あ、わー、あれ、そうか、あの飛行機。くそー、鉄のとこに。ガムヒヤー、来てくれー。操縦うますぎ。え、うまいうまいうまい。わー、あれ、飛行機なくなった。なくなった、なんで。あれ、なんでリセットボタンが押されちゃったのかも。あ、そういうこと。ダメだ、スクール行けない。あー、落っこってった。よいしょ。あ、カニパンどこ行っちゃった。そのままじゃあ学校行ってみたら。行くぞ、リセットボタン押さないで。来た、行けた。よいしょ。うわー、飛行機が、あーらららら。あ、待って、飛行機でこっちまで来ないとダメだった。あ、最悪だった。待って、これ飛行機操縦難しくない。鉄のさ、飛行機来て。飛行機行きたいのは山々なんだけど、僕今ぶっ刺さって動けなくなっちゃった。見といて、鉄をリセットしないように。見とくって言われてもな。なんでそこで止まるの。待って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 。あ、オッケー。あ、すごいすごいすごい、向かってった向かってった向かってった。立て直した、すごいな、うまいな。このまま行くぞ、このまま。よし、ここで降りよう、ここで。あ、大丈夫か、リセットされた。あ、大丈夫。行けた、行けた。じゃあスクール入ってみます。行くぞ。なんだこりゃ、なんか血が出てる、なんか書いてある。 Show your creativity レポートバット。ドラゴンフルーツがゴミ箱に入ってる。なんで。なんか学校全体的に大きいね。そうそうそう。あ、なんかさ、カニパン小人なのかな。全部大きい、ね、ほら椅子だって座れない。まあ、座れた。椅子とかも大きいんだ。変なマップだな本当に。ここ何なんだろう。わ、なんだありゃ。メロンがさ、壁にバーンってなってない。メロンかそれ。なんでそんなことするの。わ、何この半球。あ、でもなんかジュースがこぼれてるだけ。これ何。あ、それなんか座るやつじゃない。なんかあの人をダメにするソファー的な。あ、そういうこと。ここは多分食堂的な感じですね。行きたいのにもう、あ、飛行機のこのリセットボタンの上でもう動かない子がいる。僕行けなくなった、そっち完全に。アートクラスがある。これちゃんと教室になってるんだね。さっき気づかなかったけど、さ、なんかさ、あの広いしさ、カニパン小さいしさ、足遅いしでさ、大変なんだよね移動がね。なんかさ、もうさ、不気味だからやめないこれ、怖いんだけどね。もう本当に僕今
入り直して真っ赤な世界になっちゃったし、非常に謎なマップでした。謎なマップだったね。でもなんかちゃんと出てきたね、秘密の留守番のキャラクターのようなものが。あ、そうだね、のようなものだけどね。ギャラクシータイクーンではなかったね、ここは。うん、相手なわけで今回は秘密の留守番のね、偽マップ、パクリマップやっていきました。やっていきました。なんか基本的には対空に飛ばされたけど、こんな感じで意味のわからないマップもあったね。そうだね、不思議だった。皆さんはね、もうこういうのに騙されないで、ちゃんとね、本物の秘密のお留守番のマップだけやっていきましょう。やっていきましょう。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またねー、バイバーイ。